ではここからは収録後テーマトークのお時間です、うん、皆さんとテーマトークしていければと思います、はい、今回は X モーメントの開幕を受けて最近始めた〇〇デビューというトークテーマで、うんうん語っていきたいと思いますが、はい、まずは横山さん、はい、何か最近デビューされたことありますか？湯豆腐ですね。湯豆腐お大人だね。いいね。なんか鍋がすごい大好きで、うん、冬場はまあ常に鍋を家で作って食べてたんですけど、おうおうおう、最近その昆布で出汁を取って、うん、お豆腐入れて湯豆腐を作るっていうのすごいハマってて、ほぼ毎日湯豆腐を食べてます。だって、ね、京都だったらなおさらも湯豆腐、うん、そうですね。なんかだから、まあ、スーパーとかで豆腐コーナーに行くと京都のお豆腐がすごい売ってるってことに気づいたりとかして、それあとはポン酢が大好きなので、うんうんうん、ポン酢もなんか大根おろしが入ってるポン酢とか、レモンの味がするポン酢とか、いろんなポン酢があるので、ちょっとそれすごいハマってます。いいね、湯豆腐の良し悪しが分かるって、なんかいい女って感じするね。湯豆腐だよ。ちょっと渋いかもね。まだ行かないでしょ、湯豆腐は。湯豆腐そうです、まだ行ったことない。冷ややっこ、ね、まだハンバーガーとか行っちゃうでしょ、やっぱり。ね、まあ、たまに食べたくなりますよね。湯豆腐いいじゃない。いいですね。素晴らしい。大人の女性。みほちちゃんはどうですか？うん、私はまだデビューはしてないんですけど、うん、この春デビューしたいなと思うことがありまして、はい、キックボクシングとかやってみたいんですよ。いいね、うん、なんかね、やっぱ倒せたら強くないですか、人を。いやいや、実際倒すためにやるの。あ、でもなんか強くありたいなと思って、なんかもしいざという時ですよ、なんか誰か、うん、まあ、狙撃とかされた時に、うん、いや、狙撃どんな世界に住んでるの。多分その世界やりすぎちゃったりなんです。でもまあ護身用とか、ね、あとストレス発散とかにもなりたいじゃないですか。運動ですもんね。そう、運動なかなかね、年を重ねてくとやらなくなっちゃうので、うん、やってみたいなって思ってます。もしやったらね、ちょっと試させてください。絶対殴られるじゃん、じゃあもう。はい、あ、でもいいね、フィットネスね、うん、はい、藤森さんはどうですか？僕もね、最近やっぱもうすごい健康のことをちょっと考えるようになりまして、うん、はい、あ、まあまあ、このゴーヤもそうなんですけどもね。俺ね、今白湯始めました。白湯、はい、朝の、朝のというか、もう毎日1.5 リットル以上の白湯を飲むように心がけてます。だから朝水筒に白湯作って入れて、仕事の現場持ってってちょび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 一日中つって飲んでるんです。すごい、はい、結構どの現場でもだから白湯を持って行ってます ね、うん、いいですよね。効果ありますか？お肌がカサカサしなくなりました。おそれからお通じもすごく良くなりました。へ、はい、あと周りからいたわってもらえるようになりました。アピール、確かに白湯飲んでるっていうと、はい、大体若い年下の子たちは、ね、大丈夫ですか？確かに何かあったのか心配になりますから。白湯始めました。分かるな、はい、いいですね。